症状症状ダウンタウンは、1992年4月15日から1993年3月24日まで、TBS で放送されていたバラエティ番組である。タイトルから見ての通り、放送開始当初から9月まで、この番組は、生放送で、スタジオは当時完成したばかりの東京メディアシティ内の TBS キヌタスタジオが使われていた。 放送時間は毎週水曜日20時20時54分で、それまで放送されていた、ワクワク動物ランドの後、番組としてスタートした。当初は、タイトル案に、いい国作ろうダウンタウンというものがあったらしいが、松本人志がこのタイトルに決めた。TBS の水曜日は、ナイター中継も多く組まれたことから、雨傘番組時は、雨ウーダウンタウンというタイトルで放送された。 1993年1月のマーティンセント・ジェームスを迎えた会では終盤近くで皇太子のある人と大和田雅子の婚約成立を伝える緊急報道特番に差し替えられたため当該会は番組途中で打ち切りとなり後日再放送が行われた当初は生放送であったが松本曰くスタッフが放送部レベルだったことにかなり不満に感じていたようである またオエアも、同年10月より内容がリニューアルされて、途中から生放送ではなくなり、収録の素人参加型のゲーム番組になるとともに、開始時とは全く異なる、姿の番組となった。平均視聴率は10%前後をキープしていたが、当初期待されていたほどには伸びなかったことや、前述のスタッフとの圧力や、その他の諸事情もあったことから、わずか1年間で、 放送終了となった。いわゆる二丁目軍団を中心としたレギュラー編成となっており、今田孝二、東野孝二、木村雄一、チームマイナスレイ、0木穂、ホ、光の他に、加藤隆子、木内美穂らが出演。チームマイナスレイは、すでにダウンタウンのガキの使いやらんで、に出演しており、また今田もダウンタウンのゴッツえ 漢字にレギュラー出演していたが、東の木村は、この番組が、東京発の全国区ゴール電枠の、初レギュラー番組となった。また、アシスト的な役割でギリギリガールズが出演した。松本人志は、この番組の失敗で TBS から距離を置くようになったが、この番組が終了した後も深夜で、ダウンタウンなり、ダウンタウンシルのレギュラーを持っている。しかし、 シルの終了後は2005年のリンカーン開始までの11年間 TBS 制作のプライムタイムのレギュラー番組はなかった。その後 TBS のプライムタイムにてダウンタウンの名がついた冠番組としては当番組終了から21年後の2014年4月に開始される水曜日のダウンタウンまで待たねばならなかった。ありがとうございます。